はい、皆さんこんにちは、バンダルギルフィッシュです。では今回はシビライゼーション5秀吉の朝鮮出兵続きをプレイしていきたいと思います。平壌の目前まで迫った秀吉軍だったんですけども、明の援軍が朝鮮側に到着うすりや否や劣勢に追い込まれてですね、もはや今撤退戦を開始しようかというところです。さらにその撤退戦を開始するにもですね、釜山が敵に封鎖されているような状況ですので、まず釜山まで撤退を行って、釜山からの撤退については海軍を増強して釜山の封鎖を突破するというね、二段構えの撤退戦を行っていきたいと思います。撤退なんでなかなかね苦しい戦いになると思うんですけど、まずはソウルまで撤退していきましょう。もうソウルも陥落する可能性非常に高いんですが、このままここに居座っていても何もできないということもありますので、ここはですねもう一度兵を収めて、なんとか撤退がうまくいくように段取りを組んでいきたいと思います。撤退するにあたってはやっぱり兵力を集中運用するしかないので、ソウルから釜山、ソウル、テグ、釜山のこのラインだけキープして、撤退を行っていこうかなと思います。であとは海軍なんですけども、釜山と長崎の間ですね、ここの制海権取られているような状態なので、ここの制海権をね、再び奪還しに行こうと思います。ここを取らない限り、新しい戦いも起こせませんし、ましてや撤退もうまくいかないという状況になってますので、ここはねしっかり撤退戦を行っていきます。では早速続きをプレイしていきましょう。もうね、朝鮮の何が厄介かというと、このゲリラ兵なんですよね。ゲリラ兵が次々に生まれ出てくるんで、もうちょっと手に負えなくなってきてる状況なんですよね。こちらは兵は減る一方、味方は減る一方で敵は増える一方なんですよね。まあ、なんとか釜山まで味方の部隊がねちゃんと撤退できるように段取りを組んであげるというのが、もう出兵した人間のせめてもの責任と最後の責任かなというふうに思ってますので、まあ、しっかりねやっていきましょう。瞬時回復できる人はもう瞬時回復して、まずはテグかな、テグまで急いで逃げ帰る。まあ、その上で、ソウルは放棄という形になってしまいますかね。でこの後は沿岸のね、あの防衛というか、守備というか、そういうものもしっかりやっていかないと、今度逆にね朝鮮から逆進行を受けるというような状況にもねなってしまっているところありますので、ここはなんとかねまずはしっかり逃げ切るっていうね、そういう戦い方ができるようにしていきたいと思います。朝鮮の兵を減らすことができないまでも釜山を守りきることぐらいはしておかないとね、撤退戦ができないですからね。だからこの今戦っている兵士、ここからも兵を引かないといけない。一つ一つ敵の海軍ユニット、海上ユニットを潰して釜山をね解放できるようにしていきましょう。さらに東北地方にはまだ蛮族がはびこっているような状況なので、この蛮族どももね手強い相手になる前に早めに潰しておきたいかなと思います。いよいよ敵にソウルが包囲されてしまったという状況なので、舞台はテグまで引いて、テグ一帯で守りを固めるようにしたいと思います。このテグですね、テグ、ここで守りを固めて、しばらくの間ねしのいでいこうというふうに思いますが、それにしても本当に苦しい戦いになってきたな。かつて秀吉軍も都会した人たちはこういう苦しい戦いを多分強いられたんでしょうね。ソウルをね守りきるというのはもうちょっと容易ではなくなっているので、
まあ、ソウルをどうしようかっていうのはもちろんあるんですが、一応ソウルに今長槍兵がですね入ってもらってるので、まあ、この長槍兵でなんとか、まあ、持ちこたえてもらうとおいうことをしながらですね、まあ、撤退の時間を稼ぐ、まあ、いわばしんがりの役割を彼らにねちょっと担ってもらうという展開ですかね。心苦しいですが、もうちょっとそれ以外に生き延びる術がないっていうところですかね。ソウルが陥落するかな。この敵の数相手にテグモを守りきれる自信がちょっとないな。どうやってテグを守備するかっていうのは考えものだな。あとは、プサンも陥落した場合はですね、ま、九州、中国地方、この辺りが戦場になる可能性があるので、部隊をちょっと広島とかその辺りまで、移動を開始させておきましょうか。もう国内も危ないっていう、そういう状況を考えた方が良さそうです。まさかこんなことになるとは。朝鮮軍、完全に甘く見てましたね。いよいよ敵がテグに迫ってきてます。このテグに迫ってきた敵をテグで迎え撃つのはちょっと無理そうだな。とはいえ、プサンも、まあ、先ほど来お話している通り、海上的に封鎖されているので、プサンからですね、九州は長崎まで撤退するのがちょっと難しくなってるんですよね。まあ、手薄と思われるこの山陰地方へ逃れるっていうのを少し想定してみましょうか。敵をこのプサンに引きつけてる間に、まあ、鳥取あたりに逃げてきてもらうっていうのを考えましょう。あと50ターン、53ターンかな、ソウルをね守りきってればポイント勝利もあったかなと思うんですけど、もはや今度ポイント負けする可能性が出てきてるな。明軍の圧倒的な戦力の前に、まあ、でも敗戦の理由はやっぱり韓国の、ね、ゲリラ兵ですね。これがやっぱり一定ターンごとに湧いて出てくるっていうのと、あと明の大援軍が到着してしまったっていうね、この2つがね直接的な多分敗因だと思います。まあ、ちょっとずつでもいいので敵の海軍ユニットをね始末していきましょう。今できることで言えばもうそれくらいしかない。さあこっから撤退戦の開始だ。なんとか、一人でも多くの兵がここからね日本に帰国してもらいたい、もうそういう思いですね。釜山からも撤退、あとは日本の国内に戻って沿岸の守備を固めて、来たる明軍そして朝鮮軍を迎え撃ちましょう。こちらの動きを察知した朝鮮軍に、まあ、朝鮮半島の南全域を封鎖されてしまったので撤退もできなくなってる。テグにこもるか、それとも釜山で迎え撃つか、ちょっと悩ましいですが、これだけの大軍を相手にも抗うのは難しいので、やっぱり撤退だよな。撤退あるのみ。ちょっとでもいい、一つ二つでもいい、わずかでもいい、撤退できる人は撤退してきてもらう。全ユニットを失うわけにはやっぱりいかないですからね。あとは残れるかどうかだな。彼らがね、海上の制海権は全くない状態なので消される運命にある。いや撤退すらできないな。テジュ、テグ、プサン、まあ、全ての占領地を多分失うと思うんですけど、国内に侵略されるのだけは絶対に防ぎたいところなので、国内の防衛のためにですね、やっぱり部隊は
一つでも多く残したいなっていうところですね。いや結局やっぱり海上封鎖されたことによって韓国からの撤退は失敗ですね。全滅しました。いやこれでさらに兵力差が生まれてしまったので、なんとか水際作戦ですね。まさに敵がこれ以上侵入してこないように、なんとかここでくさびを打ち込んでおく必要がある。ついにね、プサンも占領されてしまいましたので、朝鮮からの我々の影響力というものはもう完全になくなりましたし、朝鮮に渡海していた兵は、本当にね残念ですけど壊滅ということになりました。まあ、ここからは本当に、ね、逆侵攻を受けるという危機に陥っているので、敵がね攻めてくることにしっかり備えて、おきたいかなと思います。山口県のね、ここには城塞を築きました。ここでしっかり敵を食い止める。できれば大将軍がまた増えたら、まあ、九州福岡近辺にも城塞を築いて、敵がね攻撃を仕掛けてきたらそこでしっかり受け切るということをやっていきたいと思います。はい、完全に韓国軍の前に朝鮮出兵は失敗に終わったというところですね。まあ、残念ながら朝鮮の領地を失ったら完全に敗北という条件になっていたようです。この先ね日本国内で敵を迎え撃つという準備を進めていたんですけども、それを待たずして残念ながらゲームオーバーですね。まあ、敗北の要因はやっぱりプサンと長崎の間の制海権、あそこを失ってしまってからですね、朝鮮の方に軍を送れなくなってしまった。これによって明の援軍、朝鮮のゲリラ兵の前に敗退をね、重ねてしまったというところだと思います。これはねぜひリベンジしたいと思いますので、ぜひ皆さんの、ね、アドバイスとかいただければ嬉しいなというふうに思います。